黒帯上限ツーマンライブ。あのないやつあれなんかあるみたいにお前喋ってお前。さっきあったもんか。まんまと後ろ向きました。いや確かあったな。金溜め込んでそうなんは。そんなん言うの。絶対金溜め込んでそうなんは。俺は睨んでんのは。多分壁ポスター浜田。ああ確かに。と祇園の桜井さん。あれ投資してから。そう。もう桜井さんはもう。多分一生食えるみたいな言ってた、うまいこと資金運用やってた。そう、手元にはないけどみたいな。だからね、どうやってみんなで切り崩すか軽かす、そうそう、画策してんねんけど、あのすぐ買えるから無理やねん東京はあの板橋ハウスっていうのにぜひあのよかったら。後輩やねん俺らからしたら。でも板橋ハウスの特に吉野さんって人が、うん、あのメゾンの吉野さんが、特に羽振りいいんですけどめちゃくちゃ、なんか先輩にもそれこそあ、そうだ、ついこの前ネイチャーバーガー笹本さんと九番街道と中村さんと3人で飯行ってすっごい下から下から来ると思ったら怒らせようとしてる情けないな先輩にもたかられるくらい羽振りいいんで。